楽天今井監督。普通の負け方ではない。指揮官は普通の負け方でないので、この2試合で粘り強く戦ってきたことを忘れてしまいそうな雰囲気になる。ここまで頑張ってきたことを忘れないでほしい。大敗劇については僕の責任なんでと認めつつ、まだ5月。調子の悪い人間もまだまだ取り返せる。皆がグラウンド上でパフォーマンスを発揮できるように、知恵を絞るという話をした。選手たちへも自分の役割を考え直してリフレッシュしてまた球場に来てほしいっていう話もした。報道陣にミーティングの内容を丁寧に伝えた。試合を台無しにした庄司については2軍落ちを即座に通告したが、打線も19イニング連続で無得点。こちらも深刻な問題を抱える。古賀青年指揮官でもある今井監督の腕の見せ所だ。33対4日本シリーズ MVP は言うことが違うなやっぱ。なんとかごまかしながら今シーズン戦ってきたがついにブルペンの保有戦力の底が抜けたってことだと思う。三木谷ぶち切れやろこんなん。明日からお買い物マラソンなのに。一人だけ防御率めちゃくちゃやったらかわいそうだから全員めちゃくちゃにしてやる優しさ。粘り強く戦ってきてボイなら忘れていいやろ。まるで今まで勝ってきたみたいな。しれっと2試合での失点球団ワースト更新しとるんかい。あの負け方でも報道陣に真摯に対応するところに今井の人柄が出てる楽天でやりきったらいつかロッテに帰ってきてくれるといいな。ご視聴ありがとうございました。